はいどうも、サジコでございます。今回はですね、オリックスバファローズさんのね、ファンクラブのポイント制を使ってね、ポイント全部交換させていただいたんで、んこれで全部なのか、そもそもがわかんねえ。すごい軽いね。俺もっと交換したはずないんだけどな。あ、まあこれで全部っぽいっすね。はい、ありがとうございます。まずはこちらでございます。コースターですね。何気にうちにね、コルクコースター持ってなかったんで、これありがたいですね。これ全部タダで交換しましたけど、まあ着払いやったんでね、えらいことになってしまいましたね。次。これ目玉商品ですよ、これ。なんとね、オリックスバファローズさんがね、作られた、じゃじゃん、コインケースになります。しかも、宮城投手のコインケースです。あの、サードユニフォーム型の、ん?いいね。コインケースね、ちょうど欲しいとは思ってなかったんだけど、いい感じのやつ買ったんで、これいいですね。ちゃんと開封してね、素材感も味わいましょう。うん、コルクね、使うかどうかちょっと微妙だけど、まあ、あってもなくてもどっちもいいでしょう。ああ、これいいね。まあ、ターでもらえるんだったらね、全然嬉しいことですよ。次。あ、これが、あれですね。セロハンテープでちょっと、あれ?俺なんかステッカーも頼んだはずないんけど、ステッカーなかったか?ステッカーも。カッティングシート的なやつ。ないっすね。あれ俺、まあ、いっか、何でもいいわね。え?いや、だからあなたは喋っちゃいけないんですよ、だから。あ、ここにあったわ。これ2021年パシフィックリーグ優勝記念のポストカードですね。これ実はね、僕はあのファンクラブか、あの会員に入ってるんですけども、あの、取りに行くのを忘れてしまって、あの、要は無料でもらえるんですよ。あの、ちゃんと、会員証見せたら。でもね、期間内に行けなかったんで、あの、試合見に行ってたはずなのに、忘れてました。なのでね、今回ポイントで交換してもらいました。別に交換しなくてももらえるものをね、わざわざポイント交換してしまいました。次。これいいね。オールアートシート、投手と捕手セットということで、山崎幸也投手、山岡投手、田島選手と、キャッチャーの若月と伏見選手。これね、あの、ステッカーなんで、なんかエフェクターケースにね、ちょっと貼ろうかなと思います。最後。これもね、ちょっと使うかどうか微妙なんですけど、何やったっけ、まあ、いこか使うんで、まあ、いいかなと思って、はい、購入てか、交換させていただきました。サードユニフォームのパスケースの入れるやつですね。これいいですね。あ、でもこれなんかちっちゃくね、これ入るかこれ。これ入らないの絶対。入らん気がするね。これ何に入れるんだこれ。まあ、こんな感じで。はい、入れました。はい、というわけで、ポイント交換中、ステッカー返すよ。何か手盗んでんだ。はい、というわけで、こんな感じで、ポイント交換させていただきました。ご視聴ありがとうございました。